だから台湾福岡、台湾宮崎、台湾鹿児島、うん、今度は、まあ、台湾大分があって、台湾サイドもこうね、そんなこと地元がね、リップサービスも言ってくれてるんです、はいはい、ヘッドさん頑張れるよ、台湾次は大分だってね、ちょっと頭なくて言ってください、台湾大分、ね、はい、僕も一生懸命やりますけど、はい、この前大分のうちの講演会中心に130人ほど台湾に来たんですが、はいはい、それは東日本大震災の、うん、感謝のあれもなんかも う,、ね、もう莫大なご寄付をいただいたんで、200億円ね、200億円の現金、ね、しかもそれは政府は1億で、うん、あとの190億は民間です、うん、すごいと思います、うん、まあ、そんなことで記念の、はい、感謝のあれも、まあ、そうありがとうございます、木を植えてきたんです、桜の木と梅の木を、ね、はいはい、それを台中の台中公園で、うん、その儀式がやって、うん、非常に良かったです、今度は130人がいて、しかも台中市が130本のスコップを用意してた、130人みんな自分たちのスコップでお手を用意して、うんうん、だから今度来年サーネクと梅の花や桜の花を花見ができるし、楽しみだし、うん、その青梅を広げていこうという、うん、なんとか、いや、台湾は本当に涙が出るんじゃない、本当なんですよ、うん、そしてちょっと中国はちょっと本当に、まあ、悪いけどね、やはり親日的というよりも日本人に対する敬愛の気持ち、そう、ね、尊敬というのか敬愛というのか、ね、うん、本当にすごいですよ、これはもう、これ老若男女、みんなそうですから、特定する人だけじゃないからね、だからあの国は大事じゃないかね、うん、中国は中国ですけどね、やっぱりその徳とか道徳とか倫理とか、うん、これが通用するのは台湾だけです、うん、韓国は無理やっぱ倫理とかさ、道徳といても韓国ではない、中国も無理これ、まあ、ベトナムも無理、多分できないから、ああいう始まったでしょうね、できないからこう知らないと